間を操作してしまいました。でもね、だろうね。そんな指導で電話を聞くみたいにするのは楽しいんだよね。気がついたら黙々と作業を続けちゃうんだよね。不思議なマイクラの魅力だよね。延長とオーバーは作成には時間がかけるので、怒涛の8倍速です。てなわけで、延長とオーバー完成です。これで、ただのクアリーとは合わせない。延長とベスト味も2味も違ったクアリークラスにすることができましょう。延長とオーバーにエネルギーは必要ないけど、とりあえずここに置いてみました。延長とオーバーのスロットに、クアリークラスと、延長と月のバイオピッケルをセットすれば、延長とクアリークラスに移動することができます。それでは早速、今に溜まっていた液体経験値を使って、バイオピッケルに延長としていきましょう。まあ、またスクラインになれば、クアリーに必要な延長となんて、一発でつけることができますけどね。これが、核の違いというやつだ。まあ、別にいいし、クアリークラスは重ねて延長と移すことができるし、このエフィシエンシー線の延長とは無駄じゃないし、上位ボタンで移す延長と選び、エフィシエンシーボタンを押せば、バイオピッケルの延長と、クアリークラスに移すことができます。さっきも言いましたが、クアリークラスには、延長と重ねることができます。つまり、エフィシエンシー1のバイオピッケルを5本使えば、エフィシエンシー5のクアリークラスが作れるのです。でもまあ、そこは私くらいになると、レベル30延長とで、きっとエフィシエンシー5の延長とくらい、あっさりとつけてしまうことができるので、気持ちもしたことはありませんが、レベル6で延長としてみようかな。まあ、何せ言ってません。と、感じて。さあ、これが私の力だー。なんかすごい延長とがついたけど、フォーチュンにってなんやねん。フォーチュンにって、なんやねん。嬉しいよ。そりゃフォーチュンがついたのは嬉しいんだけどさ、同時だったら、フォーチュンさんって、ポキッとついてほしいよね。まあ結局、このバイオピッケルについた、エフィシエンシーとアウトレイキングの延長とは、クアリークラスに移すんだけど、ちなみに、今回は、クアリークラスにフォーチュンやシルクタッチの延長とはつけません。だって、ブレッド鉱石を採掘するんだから、フォーチュンもシルクタッチも必要ありません。余計な延長とをつけたところで、消費エネルギーが増えてしまうだけですからね。それでは、せっかくついたフォーチュンの延長とはどうするのかというと、メインファクトリーにロケットのオートディス延長とを作って、延長と分に変えておきます。液体経験値も残り少ないので、オートエンカウンターも作っておきましょう。これは、経験値の代わりに、モブエッセンスとエネルギーを使って、すぐにエンカウントをする装置です。オートエンカウンターは、この辺りに装備。でもって、オートディスエンカウンターにはモブエッセンスはいらないので、適当にこの辺りに装備。バイオピッケルについたエンカウントを封に移そうとしたら、封を忘れてたので持ってきた。オートディスエンカウンターのスロットに、エンカウントがついた通路と封をセットすると、エネルギーを消費して、通路からエンカウントを剥がすことができます。時間がかかるので7.2倍速。作業が終わると、エンカウントを封に移すことができますが、通路の耐久力も減ってしまうので気にしましょう。風中のエンカウントを剥がしました。これでダイヤピッケルのエンカウントがなくなったので、再びこのダイヤピッケルに、オートエンカウンターでエンカウントしていきましょう。オートエンカウンターでは、プレスとマイナスのボタンで、エンカウントするレベルを設定できます。それに応じて、消費モブエッセンスも消費エネルギーも大きく変わるので、計画はご利用的に。オートエンカウンターでレベル30のエンカウントをするとなると、結構な時間がかかるので、その間に別のことをやっていましょう。クアリークラスと一緒に稼働させたいのが、このフォーククラスです。クアリークラスの採掘中に、このフォーククラスを隣接させておくと、クアリーの採掘ドリルから、液体を組み上げることができるようになります。つまり、地中の溶岩湖や地底湖の存在を気にせずに、クアリーで採掘を続けられるということですね。使ってみればわかりますが、これが思いのほか便利です。それにしても、いつまでフォーククラスの作成営業を目指すのかなって。それではここで、ちょっと営業を巻き戻してみましょう。蓄積
話に、それぞれエフィシンシーごとアイブレーキング3の影響と聞けることができるかも。今更ですが、クアリークラスにエフィシンシーの影響と聞けると、ハイプと速度アップ、アイブレーキングの影響と聞けると、消費エネルギー低減の効果があります。お、ちょうどインセント使い切りましたね。オートディスインセンターで消耗したダイヤピッケルを、近畿の最高景気で修理しておくとしましょう。それからもう一つ、メーカークラスを作っておきましょう。メーカークラスを使えば、クアリーの最高速度を最大で256ブロックまで指定することができます。これも第一のクアリー最高速度には欠かせないアイテムですね。256ブロックしか売っていると、結構な大きさだよ。テレスコート300ウェーブだよ。卓球台1万6千ウェーブだよ。メーカー上46万ウェーブだよ。マイクロ SD 戦力、9717万、2363ウェーブだよ。特に多いにわからないよ。とにかく256ブロック思考というのは広いんです。東京ドームの5倍なんだよ。東京の 0.0 の倍なんだよ。北海道の 0.0000、0000の2倍なんだよ。木星の4面積の 0.0000 比較対象を考えろよ。さて、クアリーの採掘場所は、以前、アンプリファイドの機械で再生され、万年ザクライシを採掘した場所でおなじみの、ミストのワールドです。このワールドは、128までの高さの地形が生成されているので、高さ128地点からクアリーの採掘を始めます。とりあえず、必要最小限の足場だけを作って、マーカークラスでクアリーの採掘範囲を決めます。あれ？マーカーの範囲を表示するのって、どうやるんだっけ？あ、忘れてないし、久々にクアリーを使うからって、マーカーの範囲を表示する方法を忘れてないかいな。マーカークラスにレッドストーン信号を送ると、設定可能範囲が表示されます。このラインの先端にマーカーを設置すれば、最大範囲を設定したことになりますね。256ブロックってやっぱり広い。目が先端と見えないぞ。お、あったあった。ここにマーカーを設置すれば OK ですね。もう片方のマーカーも設置しました。これでクアリンの採掘範囲を設定できたので、最初の場所に戻りました。でもって、クアリンを、何です。あれ？マーカーが回収できない。クアリーの内部インベントリに入っちゃったのかな？もういいや、隣に採掘クラスを。しゃぶんだ？さて、これであとはエネルギーを送るだけです。クアリーに直付けする形でテッセラクトドーン。チャンネルはボイラーに合わせて、エネルギーを受信できるように設定しておきましょう。エネルギー速度レシーブオンリー。これでよしっと。これでクアリーが稼働するかな？あれ？やっぱりエネルギー導管を進まないとダメかな？おや？クアリークラスの色が変わった？ってことは、何かしら動作をしているのかな？奥の方から動作しているかもしれないか。